服鬱に向け、やる気を出す方法を教えていただきたいです。翌日で休職して2ヶ月経ち、復職を考えています。身体的症状はほぼ回復し、疲れやすさと仮眠が残っている程度で、動けるのに何もやる気が起きず、だらけてしまいます。今の状況が楽なことと、周囲からの頑張りすぎなくていいよという言葉に甘えてしまっています。感情に任せず、どっかで踏ん切りをつけるべきだと思いながら、なかなか前に進みません。どうなのかね。これ、まだ休んでていいんじゃないですかね。そもそも疲れやすくて仮眠が残っているってことなんで、まだ回復期の途中だと思いますよ。 で、周囲がまだ頑張らなくていいって言ってるので、まあ頑張らなくていいんじゃないですかね。で、大体ですね、3ヶ月で復帰する人が30%、半年で復帰する人が30%、で、残り15%があのね、1年半かけて復帰するみたいな感じですから、2ヶ月で復帰を考えるっていうのはちょっと早い方なんですよね。なので、まあ主治医の先生とも話しながら、そんな急がなくていいよっていう話なんじゃないかなって気はしますけどね。で、本人からしてみたらですね、急いで復帰したってつもりでも、周りからしてみれば、2ヶ月も4ヶ月も ヶ月もあんんまりり変わらなかったりするんで、逆に4ヶ月ぐらい休んでた方がねあの何て言うかなあの同情してくれるというか大変だったねって言ってくれやすいのでギリ,リギリで復帰して「いやこいつせっかく休ましてやったのに動けねえよ」って言われるよりはしっかり休んでね復帰して頑張った方がなんかこう心象が良かったりしますから焦らずいきましょうはい。